マッター5番手に退く格好で2番木村博士、バンク上に駆け上がっていきそうですが、宮崎を泳がせながら中段は栃木勢、神山と古川、そして2番木村博士、車間を空けて5番手発進の木を伺っています。心理戦含みで熊本勢前攻め変わっていません。中段栃木勢回って神山と古川、5番手かます体勢2番木村博士、後ろマーク陣もピタッと追走していきました。4番佐藤康則と7番、かなり和幸、宮崎が後位飛びつく動きを見せまして佐藤の位置を狙ってくる。熊本両者2、3番手飛びついて、栃木勢3番亀山雄一郎反撃の一手を繰り出してくるが、前は2番木村博士踏み直して制した4番佐藤康則番手を守ったが、1番宮崎が3番手割り込んでいる。前は青森両者木村から佐藤康則、そこへ迫った5番の松川隆弘も追い込んでくる。2番の木村博士氷逃げ切りました。